地元長崎井手口道子選手です、松坂から調子どうですか。ちょっと体調を崩して、はい、一場所お休みさせてもらったんですけど、練習はしっかりしてきたので地元なので頑張りたいと思います。ね、今年一発地元、はい、これで点数ね上げたいですね。またね、そうですね、はい。どうです、急に寒いんですけど、やっぱ五島も寒いです。何日か前五島も雪が降って、あちょっと訓練日も来れなかったので、はい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 、五島ひどかったね、雪ね、確かにね、はい、ひどかった。あー、本当でもずっと寒いままじゃ寒い、はい。いや本当ね、五島もやっぱり風強いんやろ。風まあまあ強いです、まあ、海沿いとかは強いです。あ、海沿いで、あ、はいはい。どうなん、やっぱ室内練習とかで、寒い雪の時は室内練習がメインでした、はいはいはい。じゃあ、ファンに一言お願いします。全力で頑張ります、応援よろしくお願いします。地元長崎井寺亮太選手です、はい。松山から調子どうですか。まあ、今季ちょっといまいちの滑り出しだったんですけど、まあ、でもしっかり練習はできてると思います。で地元はね決勝2着とかしてますからね。そうですね、まあまあ、たまたまと言われないに今回もしっかり上がるつもりで、はい、お願いします。調整してきました、はい。で明日小原選手と連携で、はい、ちょっと同期ラインなんでしっかり気合い入れて頑張りたいと思います。同期でよね、はい、本当だ。どう最近の薩摩のままずっとやっぱり風が強いまま。そうですね、まあ、寒いし、まあ、風も強い日は強いんで、まあ、でも好きですね、そっちの方が、はい。どうです、佐世保から福島、福島からこう帰ってきて、やっぱ寒さとかはもう、あ、いや寒いですよね、佐世保も。住んでるところが、まあ、元々佐世保だよね。はい、そうですよね。福島から来たからそんなにないってことはないですもんね。あ、まあでも、まあ、体はでかいんで、はい、暑がりな方です。そうです、分かりました。だからもうその今回地元向けてもうバッチリですね。はい、しっかり梅崎さんとワンツー決めるつもりで。もう梅崎の目標、はい、な、はい、本当ね、夢あるね。まあ、まずは予選なんですけど、はい、はいはいはい。どうも、もうね、前傾バタバタしてたけど大丈夫。あ、まあ大丈夫です、まあ、ミッドナイトなんで時間はあるんで、はい。あ、そうです、はい。じゃあファンに一言お願いします。あ、もうしっかり、地元なので気合を入れて頑張りたいと思います。応援してください。地元長崎梅崎龍介選手です。ね、松坂からは調子どうですか。そうですね、しっかり練習はやってきました。いや、とうとう特性に上がってきたね。はい、初めて上がりました、はい。いやもうね、風明けきですけど、もう練習も強いし充実してるよね。そうですね、はい、充実しています、はい、ね、お子さんも多いしね。そうですね。頑張らなきゃいけないです。和明もね生まれたんですけど、はい、あ、そうですね、まあね、あれにねちょっと喝入れて、 あいつに、いや、おめでとうございます。いや、梅崎もね今からねまた 稼いでね、はい、そうですね。どう、佐世保のバンク入った最近。あ、はい、ちょっと入りました、はい。あ、やっ、はい、じゃあもうバッチリですね。そうですね、はい、後ろも佐藤選手しっかりしてるし。そうですね、はい、ありがたいです。本当これぞです。じゃあファンに一言お願いします。はい、自分の力をしっかり出し切って頑張ります。応援よろしくお願いします。